報道館フュージー報道館2を、まあ、言い出しっぺなのでお目付け役っていう謎の肩書きをいただきました、佐賀市出身の倉内といいます。電通っていうちょっと今いろんな意味で話題の会社で働いております、はい、実家はその辺でして、いつもこの辺ではよくそこの森で釣りをしたり、その辺で野球をしたりなどなどしたので、結構ゆかりのある土地で、報道館2を皆さんとご一緒できてとても楽しみにしています。今日は2時間目、竹下製菓社長竹下真由さんに、どうやって今話題のお菓子を企画されているのかという企画術について話してもらって、まあお菓子アイスでも食べながら、佐賀を盛り上げるお菓子をちょっとみんなで考えようじゃないかと、こういう3時間になっています。じゃあ、報道館2、2回目の講師をお招きします。竹下製菓社長の竹下真由さんです。皆さん拍手。始める前にいくつか雑談しませんか。オブコース。これまずね、あれチラシには書いてあったんですけど、反抗って昔男子だけだったわけですよ。で、講師も男子だけだったので、皆さん今日はかなり歴史的な瞬間に立ち会ってるんですけど、もう日本初反抗でも女性講師。おお、ここでやっと革命が起きたんですね、佐賀の。革命家竹下さん、はい。なんですね。皆さん今日ちょっと歴史的な日なんで、楽しんで3時間過ごしてもらえたらなと思います。はい。それと皆さんチラシとかホームページを見て応募してくれたわけなんですけど、あの時書けなかったことがあるんですよね、チラシに。それ返したらもっと募集数増えて抽選が熾烈だったと思うんですけど、安倍首相の女性活躍スピーチで引用されたっていうことをネットで見たんですが、当時そのこの募集期間ちょうど選挙の時だったんで、それを書けなかったんですよ。で、ね、それ書きたかったんですけど、どんなスピーチで引用されたんですか。私もですね、事前に聞いたわけじゃなくて、ちょうど東京に出張してるときに福岡にいらっしゃってて、なんかスピーチの中で引用されたらしいんですけども、まあ、地方創生女性活躍みたいなで、今安倍政権が前面に押しているところの中で、地方でも頑張ってる会社があるんですよと、しかも女性で子供が3人いる中で子育てと共にやってますよみたいなのを、まあ、言っていただいたみたいで、まあ、ただうまくですね、ちょっと文章を盛り上げて専門家の方が作られたんじゃないかなというぐらい、まあ、できすぎなぐらいですね、言っていただいたんですが、まあ、取り上げていただいた以上ですね、自分のこう実の部分でも頑張っていかなきゃいけないなと思って、身が引き締まりましたね。社長っぽいコメントありがとうございます。はい、まず、自己紹介です。ちょっと見えづらい方もいらっしゃるかと思いますが、まあ、見えないと困るような内容は前半は特に書いてないんでですね、まあ、私の声を聞いていただければなと思いますけど、ロボコン愛で決めた進路と書いてますけれども、私生まれも育ちも佐賀市内でして、高校まで、佐賀市内で過ごしました。小学校、中学校はですね、まさにこの城内、まあ、高校もそうですね、府小、府中、西高という、もうこの周辺で育ったようなもんなんですけれども、大学だけはですね、どうしても東京にある東京工業大学っていう大学に行きたかったんですね。まあ、東工大ってすごいマイナー大学ってよく言われるんですけど、しかも理系の大学なので、なんで女の子でそんなとこ行きたかったのって結構突っ込まれるんですが、これはですね、私のロボコン愛、これにつきます。ロボコンって皆さん聞いたことありますか。あります。NHK さんでですね、結構中継があってたりするかと思うんですけれども、ロボットを操縦して、例えばボールを投げて点数入れたりとか、ま
ゲームみたいな感じのですね、ロボットコンテストがあって、それをですね、小学校2年生の時にテレビで見たんですよ。なんかよくわからんけどすっごく面白そうで、しかもその見たロボコンがですね、各国の代表が一つの大学に集まって2週間ぐらい今日は合宿して即席のですねチームを作って、例えば日本人とアメリカの方とイギリスの方とみたいな感じで、国混成のチームを作ってですね、1台のロボットを作って、ロボコンするっていう競技だったんですね。でその特定のロボコンをやってるのが当時この東邦大っていうところだけで、それに参加するためにはこの大学に行くしかなかったんですね。なんで私は何が何でも東邦大に行くぞと思って、小学校4年生の時に母に頼み込んで願書を取り寄せてもらいました。小さい頃父も、祖父もですね、アイス作り菓子作りに携わってまして、で私一人っ子だったんで、いずれは竹下製菓やりたいなってずっと思ってたんですよ。特に生まれた時は工場がですね家の隣にあったんで、ガッシャンガッシャン言う音を本当毎日のように聞いてましたし、帰ってきた時にですね、まずただいまって言って出迎えてくれるのって親じゃなくて事務の方っていうか、入り口にはその会社の出入り口と共通になってたんでですね、そんな環境もあったんで、竹下製菓をやりたいなってずっと思ってました。でも工学部に行くのってなんか一瞬かけ離れてる気がしません？継ぎたいと思ってるけど、いやこれで納得してもらえるのかなみたいな思いはあったんですけれども、工場って機械使うじゃないですか。機械のことって知ってた方がいいんじゃないの、という自分の中での理由を作りました。で、父の話を聞いてみるとですね、父は経済学部、小学部に行ったんですけれども、父も機械いじりが大好き で工場の中でですね、機械を自分で技術者の方と設計したりとか、そういうのもやってたんですよ。で、本当は自分も工学部に行きたかったんだけど、当時自分の父親から会社をやるんだったら経済学部だったり小学部に行っておいた方がいいと言われてですね、道をこう進めなかったんですね。なので父としては、そう、工学部で機械のことを知ってるっていうのは本当いいことだよ、それ自分もやりたかったんだよ本当は、ということで、後押しをしてくれたんでですね、私は晴れて、目標に向かってですね突き進んでいくことになるんですけれども、案外難しい大学だったんですねっていうことを、ちょっとだいぶ遊んでしまった高校時代の時に気づいてですね、残念ながら浪人してしまいました。浪人するの当然くらいの、楽しい高校時代を送ってたんですけれども、1年浪人した後に無事に東邦大に進めまして、ですごくラッキーなことに、ちょっとごめんなさい、写真なんとなく載せてるんですが、に国内大会を準優勝しまして、ですね、アメリカの MIT で開かれたロボットコンテストに出ることができたんですね。で当時のチームメイト、私パワフルチームだったんですけれども、ドイツの学生とブラジルの学生と韓国の学生と、アメリカの学生ですねと一緒にこう混成チームを作ってですね、ロボットを作りました。これまであんまりそういう国際交流みたいなのって積極的に行ってなかったんですね、自分興味あったにもかかわらず。でもこれに行ったことですごくやっぱ視野が広くなったなっていうのはあって、とても良かったなと思ってるんですけれども、日本人の良さっていろんなところにあると思ってて、真面目で細かい作業が得意だしとか、なんとなく傾向はあるかなと思うんですね。でもアメリカの学生ですごい驚いたのは、日本人だったらこんなこと考えないよなっていうようなことを突然やったりするんですよ。私一番びっくりしたのが、これレギュレーション企画が決まってて、使えるモーターが2個支給されたんですね。その2個を使ってマシンを作りなさいみたいな。2台しかモーターがなかったら普通なんかロボット2台作れますよね。でもとあるチームのアメリカの方がですね、モーター1個をぶった切ったんですね、半分に。そんなことできるんだって思ったんですけど、確かに構造上
あのモーターって、ね、あの軸があって、まあ、コイル巻いて動くようにみたいな基本構造があるじゃないですか。外枠ごとぶった切って2個にしちゃえば結局プラスマイナスの極は反対側にもできるんで使えるんですよね。だからそのチーム3台それでロボット作ったんですよ。いや当然トルク落ちるんでちょっとねできることは限られますけども、でも小回りが効くちょっとした作業がそれでできるようになって、面白いなと思いました。日本人はね与えられた企画の中で何とかできないかなって一生懸命考える方だと思うんですけれども、それ以前にいやこれもっと違う方にやったら幅広くできるんじゃないのっていう発想ってすごく豊かだなって思ったし、なんかやっぱりバックグラウンドだったりとかそれまで当然としてるようなものが違う、文化が違うことでやっぱそれぞれの考え方にいろいろ生きてくるんだなっていうのが私の驚きですごく面白かったですね。ちなみに結果はどうだったんですか。あのパープルチームとそのぶった切ったチームの結果が、あですね、ぶった切ったチームとは結局直接戦わなかったんですけど、私たち決勝トーナメントの、あのですね、1回戦で負けちゃったんですよね。でも優勝したチームのねロボットは本当にやっぱすごかったです。面白かったですね。私もう一回生まれ変わるとしてももう一回ロボットになりたいなって思います。竹下製菓で出ればいいんですか。竹下製菓でやります、ロボットチーム。あのね、残念ながら私このロボット作った後専門的な方向に行かなかったんでですね、ちょっと工作っぽいロボットしかできないんですよね。もしこの先あのその辺をあの極めてですね、竹下製菓でロボコンやってもいい、かつあのロボット製造のあのね、アイス製造できるロボット作るよとかっていう方いらっしゃったら、あのぜひ勉強した後に応募してください。お待ちしております。いいですね、ロボコン全然関係ないよねアイス作るロボットとかって夢ありますよね、アイス作るロボットすいません、まああのごめんなさい、アップ語ってしまいましたけども、私のですね、あの今36歳なんですが、20歳ぐらいまでの夢ってほぼこのロボコンで終わったんですね。でロボコンロボコンロボコンって思ってきたから、大学校の2年生の時にこれが達成した瞬間に、じゃあ別にもう大学いる意味ないよなと正直思いました。残り何するんだっけっていうぐらい、まあ、一瞬空虚になっちゃったんですよね。でちょっと考えたんですけども、まあ周りの方だったり先輩だったりとか、まあいろいろと話していくうちにですね、まあ、やっぱりいずれこう佐賀に帰ってビジネスをやる上で大学はちゃんと出といた方がいいし、いろんなこう人脈もできるし、大学で勉強できることって本当に幅広くあるんで、やっぱり私はここで頑張ろうと思いました。でこの後ですね、経営工学っていうちょっと経営寄りの方に、まあ、舵を切ってですね、大学院まで、出まして佐賀の方に帰ってきました。あ、で卒業した後ですね、実は私すぐには帰ってきてませんで、一個このアクセンチュアっていう会社に就職をしたんですね。まあ大学院まで行ったんで、父としてはですね、早く帰ってきてほしいと、一緒に会社しようよという心境がすごくあったんでしょうけど、私はどうしてもすぐ竹下製菓に帰る気にはなれませんでした。まあ当然東京が楽しいとかっていうのもあったのかもしれないんですけれども、やっぱりですね、いきなり帰ってきて竹下製菓に入ったとしても、私は所詮社長の娘として見られてしまいますし、そうなると多分周りの方って、本当に言いたいこと言えないと思うんですよね。で厳しく指導すべきところもできないだろうし、そんな風な状態で果たしていいのか、そしてですね、他者を知らないで竹下製菓に入る、竹下製菓でやってることが果たして本当にいいことなのかどうか全くわからないままになってしまうのがすごく怖かったんですね。胃の中の蛙になっちゃうんじゃないかなっていう恐怖感があって、それだけは嫌だと思いましたし、まあ、やっぱり他社で働いた経験っていうのは絶対佐賀に帰った後も生きるはずだからと思って、まあ、父に伝えてですね、普通に就職活動をしました。で、まあ、最初の就職活動を始めた時って、なんとなくいずれメーカーをやるんで、そういった他社のメーカーさんですね、行ったりとか、あとは
物流関係だって省流を学んどいた方がいいかなっていうので、なんとなく商社だったりを、中心に考えてたんですけど、就職活動を進めるうちにですね、実はこのアクセンチャーってコンサル担当のコンサルティングファーム、外資系のコンサルティングファームなんですけれども、全く考えてなかったここに行き着きました。コンサルティングファームって何するところが、中学生に分かるように言うとどういうことするんですか？あのですね、便利屋さんですね。あのいろんな企業の方のお悩みがあったとします。で、例えばなかなか売り上げが上がらないんですとか、新しいサービスを立ち上げたい、新しいサービスをですね、作りたいと思ってるんだけど、今、社内では全くやってないから、他のところから情報だったりとかですね、そういうのを教えてもらいたい。そういったこうお悩みに対して、全力で答える。っていうのがコンサルティングの、まあ、ざっくりとした言い方ですけど、お仕事でございます。で、就活の時はですね、まあ、全然考えずに、まあ、それでも200社ぐらい多分エントリーは出したと思うんですけれども、いろんな業界の話を聞いて、でその中でここを選んだのは、あの一つ、とても忙しい会社だったからです。あの当時ですね、すごく有名な会社の先輩、会社というか大学の先輩にも行ってる方がいらっしゃったんですけど、もう本当夜中何時とかにしか帰ってこない、タクシー帰り当たり前、まあ、土日も仕事があると、ちょっと あんまり言うとなかなか、ね、今の時代難しくなってきてるんですけれども、私はその忙しいところにあえて飛び込みたかったんですね。っていうのは、あのさらに帰るのは長くても5年ぐらいしか外では働けないっていうことを、まあ、一応親と決めてもいたので、その貴重な5年間を少しでも無駄にせず仕事をしたいなと思いました。なので忙しいところでがむしゃらに頑張ろうと思ったし、あのそれで人の2倍こう経験を得られるんだったらここでやりたいなっていうふうに思ったんですね。で特にあともう一個の決め手は、外資系の会社だって言いましたけど、まあ外資系のアメリカが中心の会社の日本法人だったんで、結構ですね、制度が日本の会社とはこう異なっているところがあって、女性のこうかあの取り組み、女性活躍推進的な取り組みも結構早かったんですよね。なのできっとそこで得られるものがあるんじゃないか。ただその一方でお客さんは日本の会社の方々で、いろんな日本の会社の方とお仕事をすることができるので、それぞれの会社でですね、どういう取り組みをしているのか、私はきっと、知ることができる、勉強することができる、学ぶことができるんじゃないかと、その期待でここに来ました。で、まあ、結局ですね、すっごく忙し、期待した通り忙しかったんですけれども、とても楽しかったです。忙しく働きすぎるって、ちょっと間違えれば本当に体壊すし、心も壊すし、バランスって難しいと思うんですね。でも、私もちょっと体調崩しそうになった時ありました。それどういう時だったかっていうと、この仕事なんでやってんだろうとか、なんでこれ私やらされなきゃいけないのみたいな、これ本当にお客さんのためになるんだっけ、いくら上司に言われたけど。納得できてなかったりした時なんですね。そういう時はもう時間は長く感じるし、ね、どれだけやっても終わんないじゃんみたいな感じになって、で実際にちょっと調子も悪くなってっていう感じなんですけど、一方でノリノリの時といいますかね、これは私がやりたくてやってるんです、これもう一歩頑張って時間かけて考えて生み出したらきっとお客さんに対してもっといいものが提案できるんだと感じれるときはですね、不思議と疲れないんですよね。多分提案するものってコンサル中身って結局ものができるわけじゃないんでですね、こういう資料だったりするわけですよ。そうするとお客さんにとってみればそれが
50% の完成品なのか 80% の完成品なのか 100% なのか 120% なのか正直わからない。でお客さんからの期待に 100% で応えればうんうん、あ、よくやってくれたねってなると思うんですけども、やっぱりですね、そこに 120% の何かが乗せれるとやっぱり反応も違うんですよね。よかった、あなたたちに頼んで、自分たちもきっとこうなんじゃないかと思ってたけれども、でもお宅に頼んだら全然違う考え方だけどこういったものが出てきた、その一瞬の喜びがあるからプラスアルファの1時間2時間夜中になろうと頑張っちゃうところがあったんですね。でそれは忙しいっていうのとこう体とですね気持ちのところが全然結びつかなくて、忙しければ忙しいほど調子も乗ってくるし楽しい。今帰ってきてですね、なかなかみんな頑張ってこう、ね、やらせるって難しくなって、もう残業しないで皆さん帰ってくださいねっていうふうにこう会社では言うようになったんですけれども、こういうですね自分が今だって決めた瞬間に頑張るってすっごく大事なことだと思うんですね。何かハードルを超えるタイミングって多分そういう時にあると思ってますし、自分の殻を破れるタイミングだと思います。で若い時こそやっぱ体力があるんで、私も20代にこの経験ができたのってすごく良かったなと思うんですね。もう今正直もう子供3人産んで体力もだいぶボロボロだし、今ですねこれできるかって言われると多分できないと思うんですけど、どこも出る体力ないですね。あの時よくもうなんかね夜中までやったなって思いますけど、でもなんかそういうなんかにね、どうしてもこう頑張って超えたい 100% 以上のものを出したいみたいな時って多分必要で、私自身もですねこの経験があったから今帰ってきて基本的にはそんな遅くならないようにって思ってますけれども、やらなきゃいけない勝負の時にはこのぐらいまできっとできるんだっていうのがちょっと自分の一つの自信につながっていて、これはですねぜひ皆さんにも勝負の時にはですね当然自分の体調だったりとか本当にそうやりたいと思ってるのかっていう気持ちとは向き合ってもらいたいんですけれども、突き抜けてやってもらえたらなっていうふうにちょっと思ってます。で竹下製菓、ブラックモンブランが一番おなじみかと思うんですけれども、実はもともと菓子の会社でした。創業はですね120年以上前でして、ただ正確な創業年は分かってません。1894年以前に、私のご先祖様ですね、竹下佐七が前身の製菓会社を今でいう鹿島市のあたりでやっていたという記録が残っています。でこの明治27年の日付でですね佐七手書きのレシピなんかが、残っているの でかつ、当時もう大阪の方までですね商いに行ってたらしいというような記録もありますので、きっと創業はこれより前だったんじゃないかなと思うんですけど、もう全くわからないですね。でですね、初代の佐七さんは実はマシュマロだったりとか、マシュマロをですねちょっと乾燥させたこのフローレットって皆さん見たことあります？もうよく今のスーパーで売ってます。売ってます、売ってます、売ってるんですけど、これは実は後で紹介しようかと思ったんですが、お盆の時によくですねお供えされ、お墓の前にお供えされてたりとか、まあ、おじいちゃんおばあちゃんのところに行くとあるみたいな。で、なかなかですね昔はこれメジャーなお菓子だったんで、うちも作ってたんですけども、だんだんこうお盆に飾るけどみんな食べないみたいな、食べることがなくなってきちゃって、作るメーカーがもうなくなっちゃってですね、今ちゃんとこう大量生産してるの日本で竹下製菓だけになっちゃったんですね。実はすごく貴重なお菓子だったりするんで、皆さん今日これ何で廃れたんだろうという理由もね考えながらちょっと後で噛み締めて食べてもらえたらなと思うんですが、本当100年以上前ぐらいから竹下製菓としては取り上げてたすごく思い入れの深い菓子でもあります。でですね、その後2代目竹下佐八の頃になりますと、もう佐賀市内の方に動いてきておりました。
で、今でいうですね、中心部、エスプラッツあたりの辺に工場を設けたりしてですね、いろいろと商いをしていたようでもあります。で、この頃は焼き菓子も結構作ってたそうで、ビスケットだったりとか、あとおせんべいだったりとか、結構いろんなものを作っていたそうです。で、自社でですね、こういうお菓子も作ってたんですけど、それ以外に、森永製菓さんって、ね、大きなお菓子会社がありますけれども、森永製菓さんのお菓子をですね、佐賀県内にこういろいろ配送して、売って回るような、喧嘩特約店というような仕事もやってました。森永製菓さんのお仕事、なんでやってたのと言いますと、この竹下佐八さんはですね、実は森永製菓の創業者であります、森永太一郎さんと、交流があったそうでして、森永太一郎さん、佐賀のご出身なんですね。で、アメリカに渡られた後、東京の方で創業されたんですけれども、もともとは佐賀にゆかりのある方だったんですね。で、佐八さんは森永太一郎さんよりも一回り以上離れてはいたんですけれども、やはり同郷っていうことで少し縁もあったようでして、交流する機会があったそうです。で、関東大震災が関東でありましたよね。で、あの時なんかは森永製菓さんのですね、工場が被災されたりとか、職人の方々のこうお家が倒壊してしまって住めなくなってしまったので、佐賀のですね、竹下製菓でそういった方々を避難先として受け入れて、で、働いてもらいながら技術指導を受けるというような交流もあったそうです。で、竹下製菓はですね、結構森永製菓さんからいろいろな技術を受け継いで、キャラメルなんかもですね、この後作るようになりました。で、まあ実は今の話だけしてると結構順風満帆かなっていう感じなんですけれども、この昭和2年とですね、この前のスライド、大正の最後ぐらいに実は一度倒産してしまったそうです。っていうのも、やっぱり日本経済がですね、慢性的なこう不況、何か決め手があったわけじゃないけれども、どうもこううまくいかないという中で、やはり細々とお菓子は作っていたものの、立ち行かなくなってしまって、一度倒産となりました。ただ一度倒産したぐらいですね、諦めないのが私のご先祖様で、そこでまあ諦めなかったから今があるわけなんですけれども、まあ、昭和2年にはですね、今の竹下製菓に直接つながる、竹下商店という形で、再起を図りました。ただこの時はやっぱりもうお金がない中でやってるんでですね、菓子をいきなり作るというわけにもいかず、まあ、他社のお菓子をこう仕入れて、他のところに販売する、まあ、ちょっと卸的なことをやっていたそうです。で、そこで少しずつこうお金を貯めて、工場を再建というふうになったんですけれども、またですね、やっとこういけるかと思ったぐらいの時に、戦争が始まりまして、竹下佐八の息子が2人いたんですけれども、2人とも出兵してしまいまして、で、戦時中菓子を作る原材料が手に入らなくなっちゃったんですね。で、労働力もいないし、原材料もないしということで、事業を中断せざるを得ませんでした。昭和18年から昭和20年ぐらいまで約2年間、事業を中断することになります。そしてですね、太平洋戦争が終わる8日前に一人残っていた竹下佐八も亡くなってしまったんですね。で、息子たち帰ってくるかわからない、佐八は亡くなってしまう、事業をやる人がいないっていうので、まあ、この時もやっぱりもう竹下製菓ダメかっていう窮地に陥ったんですけれども、まあ、非常にこう幸運なことに言いますか、ありがたいことに、佐八のですね、息子たちは2人とも帰ってまいりまして、昭和20年に竹下小太郎がですね、社長就任という形で、事業を再開しました。なんとか事業は再開したものの、やっぱり戦後甘いものの材料になるようなものはありません。じゃあどうしたか。まずやったことはどんぐり拾いだったそうです。なんでどんぐりって思いますよね。
そのどんぐりをですね、集めてきて、すりつぶして、アクを抜いて、発酵させて、水飴を作ったそうです。今っていうとですね、水飴って大体そのトウモロコシだったりとか、サツマイモだったりとかから作るんですけれども、当時ですよ、サツマイモとかトウモロコシだったら、そのまま食べたいですよね。だって食料ないんですね。そんなものを加工して、水飴にするなんてやっぱり許されなかったんですよね。でもどんぐりだったら普通皆さん食べないじゃないですか。どんぐりだったら甘いものに変えても、ね、そんな非難されることもないので、まずどんぐりを集めるというところから最近分かったと。これ面白いなと思ったんですけれども、いやどんぐりで作った水飴美味しいのって思いますよね。でもどんぐり飴って今でも少しありますよね。なんか、いや、実際にどんぐりで作ったものじゃないんですけど、名称でどんぐり飴って残ってるところはあるんですね。私のこれ勝手な推測ですけど、そういうのきっとそういう昔ですよ、 どんぐりの粉を集めて飴にするっていう発想が、まあ、他のところにもあったんじゃないかなと思って、だからこそこういうどんぐり飴っていう名称で残ってたりするんじゃないかなと思います。竹下製菓もどんぐりから作ってたんで、どんぐり飴どんぐり飴って言ってたらしいんですね。でそんな苦しい時代を経て、やっとキャラメルを作ったりとか、まあなんとかですね、佐賀の方も甘いもの砂糖とか手に入りやすくなったので、キャラメルを作るようになりました。まあ、森永製菓さんからの指導もあってですね。でキャラメルを作って言い出した当初は結構売れたそうなんですけれども、やっぱり大手の製菓メーカーさんが全国規模でガンガン作り出すと、まあ、硬い中で作ってるキャラメルなんてですね、興味を持たれなくなって、これまた売れなくなっちゃったそうなんですね。じゃあこれなんとか興味持ってもらうためにどうしたらいいんだろうと、当時の経営陣が頭を悩ませて考えたのが当たりくじ。これですね、実は今のアイスの当たりくじにつながってくるんですけども、ちょっと見えづらいかもしれないので、もし興味がある方は後で見に来てもらえたらと思うんですが、最初のこれ当たりくじのカードです。名刺よりちょっと小さいぐらいの大きさなんですけれども、キャラメルの箱にですね、これはおとぎ話シリーズですが、竹取物語とか、ガリバー旅行記とか、白雪姫とか、そういったカードを入れて、その7枚、7種類、全部集めて竹下製菓に送ってもらえると、まあ、多分今皆さんもらっても嬉しくないかもしれませんが、当時の子供たちとしてはとても魅力的だった景品、本革グローブ、もしくは高級フランス人形がもらえたそうなんですね。まあ、多分今グローブのためにっていう人は少ないかなと思いますけど、当時の子供たちにはそんなものが手に入るかもしれなくて、かつ甘いものを食べれるだったらこれ買うよというので爆発的なヒットになったそうです。でまあそういったですね、キャラメルを盛り返して、なんとか頑張ろうというところではあったんですけれども、キャラメル盛り返したとはいえ、やっぱりですね、夏甘いものって売れなかったんですね。今だったら多分冷暖房もあるんで、冬はね、あったかく過ごせますし、夏は、まあ、クーラーだったり扇風機で涼しく過ごせますけど、多分当時そういうものって全然発達してないですよね。なので夏枯れというですね、夏にこうお菓子が売れないっていうのはどこも頭を悩ませてる問題だったそうです。じゃあどうするか、ここで考えたのがアイスクリームを作ること。まあ単純っちゃ単純ですよね。夏暑い時に食べて美味しいものを生み出そうじゃないかということで、竹下製菓は昭和33年になってですね、初めて、アイスクリームを作る部門を創設して、アイスクリームの世界に参入いたしました。この時初めて作ったアイスが小豆のアイスバーだったそうです。なんで小豆って思いますけど、まあもともと菓子作りばっかりやってたんで、あんこを炊く技術もですね、持ってたんですね。なので菓子作りで培ったあんこ炊きの技術をそのまんまアイスクリームに応用して、
冷たい小豆のアイスバーを作ったそうです。あ、ただこの時はほぼ手作りなので、もうどんなに頑張っても数千本しかできなかったというふうに言っておりました。ではごめんなさい、ちょっと歴史ばっかり話しててもあれなんですけれども、まあこの後手作りばっかりやっててもですね、キリがないんで、まあなんとか量産機をと思ったんですが、大手メーカーはですね、欧米から最新鋭の高い量産機を輸入して使い始めてたそうなんですけれども、もう地方でやってる竹下製菓、そんな高級機器手に入りません。なので考えたのは自分たちで何とかできないかということでした。で、東京にある第五機械製作所さんというところとタッグを組んでですね、国産による国産機としての量産機の開発を目指します。開発に着手してから2年の年月を経て、オートメーション機による国産第1号とですね、アイスバー製造機、実は作ったの竹下製菓だったんですよ。それを私の父でもあります竹下俊明が竹下製菓入社した最初の仕事としてこれをやったそうです。もう本当に新職をですね、その機械メーカーの方とですね共にしながら油にまみれて、作り上げたそうなんですけど、これは本当に思い出深かったし、やっぱり結構よく機械だ、よくできた機械だったそうで、その第五機械製作所さんもですね、その後なんか何百機か別のメーカーさんに売って回ったそうです。あれは売れたなっていうふうに言っておりました。で、まあ、そんな感じで量産機ができるようになってですね、竹下製菓も着実にアイスメーカーとしての歴史が刻まれていくわけなんですけれども、ここで皆さんのこうよく知るブラックモンブラン誕生まで実はまだ10年ぐらいあるんですね。なので地道にいろんなものを開発してはいたんだけど、なかなかこうヒット作と呼べるものには至らず、そのぐらいの年月が流れてしまった。昭和44年、1969年に、ここでやっとブラックモンブランの製造が開始しました。誕生日は実は5月7日でして、この5月7日に初めてブラックモンブランが世に生み出されたんですけれども、いくら量産機ができたと言っても、ブラックモンブラン、皆さんわかります?どんなアイスか。白いバニラアイスの周りにチョコがついて、中にクランチっていうのがいっぱいついてますよね。当時ですね、あんなこう周りにいろんなものがついたアイスってなかったんですよ。だから量産機で作れるのってあの中身の部分だけだったんですね。白いバニラアイスの部分だけ。なので白い部分を量産機で作った後、皆さん手作りでチョコにジャブってつけて、クッキー生地パンパンってつけて、そうやってできてたんですよ。なので初回生産でできた本数は1200本ぐらいだったそうです。とっても手間がかかってたんですね。まあ、だからこそ目新しくて、当時そんなもの見たことないということで、だんだんヒットにつながっていくんですけれども、このブラックモンブラン、すごく革新的なアイスでしたが、どういうきっかけで生み出されたかと、これをですね、すごく深いなと私は思うんですが、3代目の小太郎さんが実は経済視察なんでヨーロッパに行った時だったそうです。ヨーロッパの最高峰であるモンブラン山を目の前に見た時にですね、雄大な白い雪山、この真っ白い雪山にチョコレートをかけて食べたらさぞ美味しいだろうなと、そこに感銘を受けたことで、それをきっかけとしてですね、帰って商品化したのがブラックモンブランだそうです。ゲストさんも面白いけど、おじいさん狂ってますよね。おじいさんね、なかなか、まあ、私大好きだったんですけど、すっごいですね、アイスのこと、お菓子のことばっかり考えたんでしょうね。山を見てアイスにつなげるってなかなかないなと思うんですけど。知らなかったですよ、子供の頃この話。いや、面白いなと思ってるし、やっぱりこういうですね、いろんなところから商品だったりとかアイデアのヒントって出るんだなっていうのが、このエピソードから得られる示唆かなと思ってて、多分身の回りにある商品もですね、思わぬきっかけで生み出されたものってすっごくたくさんあると思うんですよ。
だから今日あの皆さんに、まあ、商品、ね、いずれ考えてもらいますけど、こういうですね、自分がこう経験してきたもの全てがきっかけ、トリガーになって生まれてくるんでですね、些細なことって自分は思ってるかもしれませんけど、その些細なことをどう生かすか、それをですね、考えてもらいたいなと思うんですよ。全ての経験は何かに生かされると思います。それを教えてくれてるのがこのエピソードだと思ってますし、これをですね、胸に留めて、私も常にですね、新しいものを考えるようにしております。まあ、ちょっとラフォーム以降の歴史はですね、まあ、ほとんど今日は関係ないかなと思うので割愛させていただきます。はい、で、ブラックホームランの誕生秘話を胸に置いた上で、商品企画の、やり方というか考え方、これはあくまで私が重視していることなので、多分ですね、皆さんなりにいろいろアレンジをしてもらっていいかなと思いますけれども、まあ、ちょっと、参考までにと思って聞いてもらえたらなと思います。どうしますか、ごめんなさい、ちょっと何おやつ挟みますか。食べながらでもいいですね。じゃあすいません、ちょっと配ってもらいながら話すでもいいですか。もう多分今後手に入ることもないだろうというパッケージなんでですね、まあ、もしよかったら本当写真撮ってもらってもいいですし、もう一応公式でおすすめしてるのはパッケージの裏の背中がくっついてるところをきれいにこう開いていただいて、ちょっとお皿のようにして、それをまあお皿代わりですね、コロコロこぼれるクランチを受けていただくと、最後残ったクランチも、まあ、ちょっと女性の方には恥ずかしいかもしれませんが、ざっと口に流し込んで、全てを召し上がっていただける。これそうです、そうです、そういう感じ。全部開くとちょっとやりづらかったりするんで、まあ、ちょっと適度に開いていただけると分かりやすいかなと思うんですけども、企画の際に手掛けているとっていうのは、3つあります。じゃあ今度考えようとしているその商品、イベント、その商品は新しいものなのか、もう世の中に似たようなのがあるんじゃないのとか、次、その商品、このイベントをやることで人を幸せにするか、この1番2番っていろんな観点があると思うんですね。味でいくと、これまで食べたことないぐらい美味しいとか、まあ、美味しいものを食べるとですね、人は幸せになる人にもありますけど、あと見た目がすごく綺麗、どんなかつて見たこともないぐらい綺麗とか、まあ、インスタ映えするっていうのも一つかもしれないんですけど、そういう新しさとか、あとやっぱりね、綺麗なものはハッピーになるというのもあるし、それがまあ匂いだったり音っていうのもあると思うんですよね。まあ、例えばですけど、とてつもなくこう刺激的な香りがあるけど食べてみたら違うとか、それが逆光を出したりとか、あとなんかパチパチ弾けるね、キャンディーみたいなのがあったりしますけど、あれも頭の中でパチ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 とかって言ったりするじゃないですか。あれも多分当時としては結構新しかったと思うんですよね。で、まあこういう五感に訴えかける新しさとか、まあ、人をハッピーにするかっていうところだと思うんですけれども、まあ、それを食べることで、楽しめるかとかですね、まあ、あとは驚かせるとか、いろんなあると思うんですよ。まあ、単純にね、美味しくて驚くっていうのもあると思うんですけれども、食べ進めるうちになんか色が変わるとか、結構なんかいろんなこと考えられると思うんですよね。キャンディーでも色が変わっていきますとかあると思うし、あとは面白いとか楽しいとか美味しいとかって人に伝えたくなったりしません？家族に伝えたりとか友達に伝えたりとか、そういうコミュニケーションのこうきっかけだったりとか、話題作りに一役買うっていうのも、まあ、新しさだったりとか、その人を幸せにできるですね、大事な要素だったんですね。だから大きく新しいか、それってそれに関わった人を幸せにするっていうのって、まとめると2つなんですけど、中身にはすごくいろいろあって、それのどこかを強く特化すれば、その商品って全くのニューなもの、特徴あるものになるんじゃないかなと思います。で、3番目、これが一番大事だと思いますけど、
その商品企画すること、作ること、それやってる自分ってワクワクする？その商品、そのイベント、その企画に愛を込められる？自己紹介の時も言いましたけど、やっぱりですね、自分の思い出があって好きじゃないとそれだけ力入れてできないんですよ。その商品に込められた熱量が全然違ってくると思います。だからその考えた企画したものには自分がまず楽しめるワクワクするものじゃないとそれをあなたがやる意味ってないと思うんですね。すごくいいものだけど自分がこれをやらない、なぜなら他の人がこれはワクワクしてるからっていうのもあると思うんですよ。とってもいい商品だっていうのにはですね、それが売れるものにつながるかもしれないし、ただ自分がこうやるからには自分がワクワクできるっていうのはすごく大事だと思います。まあ当然社会人の方もいらっしゃると思いますけど、常にですね自分がやりたいことだけをできるわけじゃないと思います。言われたからやらなきゃいけない仕事もたくさんあると思うんですけれども、そんな中でもその与えられた、やらされてるって思わずにですね、自分なりのこう要素だったり自分のやりたいことを加えて自分がそのどんな仕事に対してもワクワクできるように、気持ちを切り替えればですね、どんな仕事でも楽しめると思います。まあ、ちょっとそれはごめんなさい、商品開発だけじゃないところですけど、まあ、それをですねすごく大事にして、今日はこの3点をですね、頭に置いて、やってもらいたいなと思います。ちなみに竹下製菓で作ったアイスの中で、いろいろこうやってちょっとうまくいったなって思ってるものをちょっといくつか出してます。1番つぐみかんっていうアイスなんですけど、これ実は結構いろいろと新しい取り組みだったんですね。でみかんのアイスって多分たくさんあるじゃんって思われるかもしれないですけれども、ガツンとみかんとかってわかります？他社さんのやつですけど、みかんガーンってこう粒ふさみたいなのが入ってるんですね。でみかんのアイスを出すんだったら少なくともガツンとみかんよりも美味しいとか、その何か目をこうで見張るようなものがないと出しても意味がないよねと思って、何をこだわったかというと、ガツンとみかんよりも倍以上の果汁と果肉を入れようっていうので、これでもかっていうくらいそのみかんの粒々をですね入れたんですね。なんでめちゃくちゃ原価がかかってます。でもその分すっごく美味しいですでおかげでこれ結構売れたんですけれども、やっぱそのみかんの粒々をですねふっくら凍らせても残すのって実はすごく大変だったんですね。そういう新しい取り組みをやって既存の商品よりも何がこうこの商品の方が出す価値があるのかっていうのをすごく突き詰めて考えたのがこれ でパッケージもですね、実は当時アイスの世界で黒のパッケージってなかったんですよ。パッケージもニューだったんですね。アイスのショーケースって結構いろんなカラフルなものがあると思うんですよ。でどこもそのイメージ商品によってのイメージカラーを設けてやってあったんですけど、黒ってなんか敬遠されてて手出せない色だったらしいですね。でもカラフルなものが溢れてるからこそ黒って逆に目立ったんですよ。そういうこうパッケージだったりとかの新しさもあって、これは結構ですねヒットしたものになります。でちょっと2番目、保冷剤アイス、これ最近やって、これ商品開発っていうよりどっちかというとプロモーション寄りなんですけれども、業界初、史上初、世界初、保冷剤に姿を見せた擬態したアイスっていう名目で、売り出しました。ちょっとですね、現物のパッケージ持ってきたんで回して見てもらえたらなと思うんですけど、ちょっと確認1個ずつ分かりますかね。実は中身は普通のブラックモンブランでした。まあ、ただ何を考えたかというと、アイスクリームって自分で後で食べようと思って冷蔵庫の中に置
といたら気づいたら他の人に食べられてたっていう経験ありませんか。今日お風呂上がり食べようと思ってたのにみたいな、すごい悲しいですよね。今度買ってきとくからってお母さんに言われても私は今食べたかったのよみたいなのがありますよね。なので買ってきた本人以外気づかれないようにちょっと見てもらう、ちょっとごめんなさい小さくて見えづらいかもしれないですけど、冷蔵庫の中身、保冷剤だったら冷蔵庫の中にあってもなんか自然な気しません？でもパッと見アイスだってわからない。なので他の人に食べられない。アイスを他の人に食べられて、悲しい思いをしなくて済む、つまり人をハッピーにできるアイスじゃないかというのは、これを人をハッピーにするというところにつながってたりします。まあ、これはですね、中身はブラックモンブランで何らニューではないんですけれども、イベントだったりとかそのキャンペーンとしてですねやるときにもやっぱり大事なのは人をハッピーにできるかというところだと思うし、これは本当に新しいのか、人をこれでこう楽しませることができるのかというところに尽きるかなと思ってます。で、これさちょっと3番クランチバーあんまり時間がないですね、割愛しますけれども、4番花飴タミヤアメと言ってますが、これまたですね、実はこの先ほど消え行かれていく歌詞と言ったこのフローレットちゃんがベースになっています。このフローレットっていうお菓子ですね、なんとなく見た目は可愛らしく思えるんですけれども、もう古くからずっとこんな感じであるんで、なかなか食べられなくなってきたんですね。ただ、竹下製菓の歴史でもお話ししましたけど、竹下製菓が苦しかった時も支えてくれた、竹下製菓にとってはすごく大事な菓子なんですよ。よかったら回してください。そう、これ後で食べてもらっていいんで。で、これをですね、なんとか今もこれ食べたことないとか知らない方々にも興味持ってもらうためにどうしたらいいんだろうって考えたのが、カラフルで可愛いっていうところをこう手に逆手に取ってというか、まあ、まんまなんですけども、ちょっとフォトジェニックにして要は写真撮ってもらっても可愛いじゃんということでですね、女の方々が手に取りやすいような形に生まれ変わらせるということでした。で、こういうちょっと花形に、その形をですね並べてお花みたいに打ち出して、味もいろんな味を作って、でかつ、できれば佐賀のご当地のものとか、まあ、九州のものを使えたらなっていうので、嬉しいの茶だったりとか甘王のパウダーを練り込んで高級にして、味ももっと美味しくして、そして百貨店で生み出しました。今岩田屋のですね、天神の岩田屋さんの地下2階で、花飴、種飴という形で売ってるんですけれども、先ほど回したような形を花の形に並べたものを花飴、それを小粒にしてですね、いろんなカラフルにして瓶のようなものに入れてですね、見た目も可愛らしく本当机の上に置いときたいようなものにして打ち出したのが種飴。でこれはやっぱり本当女性の方に好評で、ホワイトデーの時には男性の方がたくさん買っていかれますが、今までこのフローレットっていうお菓子を知らなかった方にもですね知っていただけましたし、新しい菓子として、あ、こんな楽しみ方があるんだだったり、こういうふうにこうご当地のものと合わせることで、お土産物としてのですね価値も生まれてきたので、非常にうまくいったんじゃないかなっていうふうに思っています。これ竹下さんが戻られてからって、そうですね、フランチバーは本当に昨年の冬からやりだしたもので、まあちょっとフランチバー省いちゃいましたけど、ブラックモンブランのねアイスって基本九州しか売ってなくて、関東の楽器に出ていた方とか日本全国こう九州出身の方いらっしゃるけど、みんな食べられないってよく言われるんですね。なので持って行ってもらって、で、汗で簡単に地元に帰った後持って帰れないじゃないですか。だからそういう故郷を離れた人にも簡単にお届けできるように、でブラックモンブランは手に入らないかもしれないけど、近くでバニラアイス買ってもらって、このチョコクランチバーと一緒に食べてもらったら、ちょっとブラックモンブラン風味わえますよみたいなですね、
そういった思いを込めて作ったものになります。まあ、この辺は結構ですね、思い入れも深くて、商品化できたし良かったなと思うんですけど、まあ、開発断念したのも実は結構あってですね、1番ラーメンアイス、2番明太子クランチアイス、3番ビールアイス。私こう書いてて、まあ、ちょっとなんかパッと見で、ね、これアイスにするのみたいなのがちょっと多く事例に挙げすぎたなと思ったんですけども、実際にラーメンアイスって世の中にはあるんですね。まあ、ラーメンの出汁を再現したものだったりとか、味はラーメンじゃないけど見た目をラーメンにしましたとか、いろいろあるのがあったんですよ。で、まあ、こういうちょっと尖ったやつって話題にはなったりとかするし、まあ、うまくやったらですね、とても面白いものになるんじゃないかなと思って、まあ、着手したんですね。で、結構美味しいといえば美味しくもなりそうだったんですよ。紅生姜が意外と合うなとか、なんか本当ネギもなかなかいけますねみたいな、もういろんなものを食べました。食べたんですし美味しくもあったんですけれども、でもこれ本当に食べた人ってなんか幸せなのかなみたいないや、面白いと思って買うかもしれない、その一瞬で面白いと思って買った瞬間はハッピーかもしれませんよ。でもなんか一本食べるにはやっぱきついよなっていうのがあったんですよね。でもこれ突き詰めて納得できたとしても、多分2本目3本目買いたいって思うほどには行き着けないよねっていうのでやめました。で、2番目、明太子の、まあなんか、ね、入りのおせんべいとか結構美味しかったりしますよね。ポテトチップスのそういう明太子とかも美味しかったりして、結構いろんなものと合うんですよ。で、なんかそういったものをチョココーチングしてあるお菓子とかもあって、一定の好きな人がいることは分かるんですね。で、試作してる中でも9割以上の人たちがすっごく美味しくて、結構むしろ欲しいみたいな感じで言われてたんですが、私残念ながら残りの1割だったんですね。いや、明太子自体は好きだし、明太子のスナックとかすごく好きだったんですけど、甘いものと合わさった瞬間にどうも微妙に残る魚介系の生臭さにですね、どうしてもこの商品愛せなくて、それを頑張って押していこうっていう力が湧いてこなかったんですね。いや、好きな人がいるのはわかる、でもこれは私が中心となっていけるものじゃない、この商品は愛せないと思いました。で、まあ、3番目のビールアイス、ほぼ面白かったんですけど、なかなかのビールの泡のシュワシュワ感はですね、やっぱ再現できなかったんですね。炭酸を封じ込めるって結構難しくて、 できなくて、で、まあ、なんか苦味もあって、まあ、アイスにはなってるんだけど、でも例えばですけどアイスってね、冷たいとお風呂上がりに食べたなったりしますよね。で、こう結構未成年の方もいらっしゃるんで、ビールをなんか、ね、飲んだことない方もいらっしゃると思うんですけど、あ、疲れた、美味しく一杯みたいなタイミングはアイスじゃなくてビールのですね、喉越しの中でシャッってやった方が合うんですよ。やっぱビールはビールとして飲んだ方が美味しいよっていう結論になってやめました。いろんなこう驚きだったりとかっていうのを与えたり、本当に新しく美味しいものを作るときって結構なんかいろんな素材をですね試すんですけれども、まあ、やっぱりそこには思い入れもなきゃダメだし、大前提として美味しくもなきゃダメだしとかですね、なかなかこう難しい部分があります。で、今日この後考えてもらうものにも、まあ、本当佐賀らしさをいろんなところで出してもらいたいなと思ってるので、結構なんかね、佐賀の名産品をなんとか取り入れないかなみたいに、考えられる方もいるかとは思うんですけれども、自分の思い描いたものと自分がこうですね、これだったらきっと楽しいかもしれない、しかし他の人に受け入れられるんだろうかっていうところも、やっぱり自分が楽しめなきゃいけないけど他の人も幸せにしなきゃいけないんで、本当にこう、これって美味しく食べてもらえるかなっていうのは、やっぱ大前提としてですね、ちょっと考えてもらえたらなっていうふうに思います。